風の子かな、これ。はい、な。ひげがわからん。ふななんだか鯉なんだか。アップで見ないとわからん。あ、鯉、鯉かな。隠れそうなゴミがないね。
いかな、ちょっと深いかな、お、えぐれてるちょっと深いな。うん、あー、ちょっと待って、こっち止めとくね。はい、こっちにちょっと、川穴もいた、川穴もいたよ。しまった、一匹だけじゃないかもしれない。もう一回あげてみて。あ、もういない、やっぱいたこれお腹太ってる。うん、風の仲間たち。鱗がすごい。ザラザラ。さっきかな、接着に。やっとテナガらしいテナガが出たよ。テナガらしいテナガ。あ、赤身、あ、手でついてる。全然
けられたのか。でも天気だから凍らせて。うん。びっくりした、こんなでかいの。赤耳。赤耳。おお。でっかいの入ると焦るよね。もう終わったんだって。あれ、この辺でクロちゃん、うなぎ取ったんじゃなかったっけ？普通に。お、久しぶりに浮き彫りになっちゃった。ここにおいそうだ、このカフェ像に。この赤い、秩父ブカ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 させる、踏んづけてブカブカさせる。はい、何も入ってない。秩父、こっちも秩父。ちょっと流れがきついから、なかなか住みづらいっていう状況なのかな。あ、こっちにもある。砂埋まってる？じゃあ終わりですよ。よし、その辺でいいか。何もいない。何もいません。ぬかるむね。おお、でかい墨浮き。この時期このサイズ。あ、墨浮きじゃない、浮き彫りだ。ここ黒いの点ついてる。
つが、こっちは秩父だ。この秩父秩父じゃなくて秩父だな。すごい水圧だ。出ました。うん、手前。二つ入った。これじゃいけないね。この辺からゴロ大使が出てくるんで、長野、隅川、そこにいっぱいあるんだね。